いどうも皆さんこんばんは、目黒の小栗旬吾とことちゃんだよ。はい、というわけでね、まあちょっといきなりキモキモから始まりましたが、おしりこうどんを食べてみたというわけでございましてね、ね、おしる、まあうどんにね、おしるこのね、素をね入れたら美味しいんじゃないかという仮説がね、先ほど誕生しまして、まあね、ツイッター仲間の人とね、さっきね、ケンケンカクカクと雑談したんですけども、もしかしたら美味しいんじゃないかと、おしることうどんってね、この組み合わせて。うどんってね、まあしょっぱい、ね、イメージしかないですよね、皆さんね。まあそこにおしるこをあえて、入れて甘い、かけるうどんで美味しいんじゃないかと思いまして、試しに見ます。じゃあいただきます。見た目はね、なんか美味しそうですよね。最初スープもね、うん、おしりこです。うん、スープはおしりこですね。じゃあうどんを食べます。うん、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 なるほど。うん、あ、意外といけるかも。これ美味しい、美味しい。これうどん甘いものありですね、これね。おしりこってね、あの米のね、あの団子が入ってますけど、これ麦のね、これ うどんって麦だと思うんですけど、麦でもこれ合いますね。うん、まあ今回ね、こういうね、おしりこうどんは美味しいんじゃないかっていう仮説をね、立ててみた理由がですね、まあもしかしたらですね、このね、うどんができて何百年ですかね、何十年ですかね、何百年ですよね。うん、まあ経って、まあ一度もね、この世の中にまあ甘味うどんブームがね、来てないわけですよ。まあなんで、もしかしたら先人の知恵からうどんと甘味は合わないんじゃないかと思ってたんですけども、これ合いますよ。富士そばさんとかどうですか、あのおしるこうどんとかね。あとどっかのね、なんかベンチャー企業、ベンチャーやれてた人はね、これおしるこうどんとかいいんじゃないですか。おしるこうどん専門店というかね、まあ甘いうどん専門店ですかね。これもしかしたらね、パンケーキ並みに受けるかもしれないですよ、これ。うん、なんかね、今まで体感したことない、なんだろう、甘いスイーツですね、これ。これ喉でね、つるっとね、飲み込めるこの食感、こういうスイーツないんじゃないですかね。うん、うん、まあまあ、うん、というわけで、おしることうどんは合う、ごちそうさまでございました。このおしるこシリーズはちょっとしばらく続けていきたいと思いますんでね、まあ、次回はそうめんかな、冷やし中華の麺かな、そばかな、パスタかな、ちょっといろいろ試してみたいと思います。では、ゲッツ。